さっき山添さんに「最近の吉本どうっすか?」ってずっと超だるがらみしてんのよ。嫌われるよ。めちゃくちゃ困ってたぞお前。ほんまに最近の吉本はどうなんすかってずっと聞いてんの。それ聞いたお前何してんの。まあ気になってしまって、裏事情の仕事もずっと聞いてんだよマジで。配信外でいろんなあんだろうなって終わってるでしょ。苦労と言いますけどいろんなものがあったら聞きたいなと思ってしまいました。なるほど。今日はちゃんとじゃあ人狼を見つけてくださいね。はい、よろしくお願いします。荻野君です。よろしくお願いします。お願いします。そして、そんな山添さんです。お願いします。お願いします。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。嬉しい。ご活躍で。いやいや、すごいよね。それこそピザラジオ出させていただいてからです。絶対。ほんまに。いや、ほんまにそうです。いや、そう。めっちゃ言われるんですよ。ないですけど、絶対ピザラ人狼で好きになりましたってめっちゃ声かけてもらって。本当ですか。はい。もうすごい本当めっちゃ。だってスターがスター。前回初めて出させてもらった時、一番最初のこのコメント欄誰や芸人。めちゃくちゃあって。すみません、お願いします。お願いいたします。いや嬉しいです。ありがとうございます。初めまして。初めましてですね。本当に。よろしくお願いします。そうやって、そうですね。これモニター見ようにし超今ホーム嬉しい。ホームですね。嬉しいですわ。いきなりホームになってますね。確かにね。いやほんまに顔つきがなかなか信じてもらいがたい顔つきと言われますので、一応初対面の方も今日多いので、言ってきますと去年1年間で嘘ついたのは。M 風俗でお尻いじくってもらってる時に相席スタートの人って言われて誰すかそれって言ったことしかないんで、それは1回だけらしいです。その嘘は1回だけです。基本嘘つかないです。山添さんは何なんですか。信じてください。そういうネタ放り込まれしゃあないです。本当にそうじゃないと信じてもらえないんで。去年は大量の天下の話してらっしゃる。天下忘れて帰ってほんま恥ずかしい。